鹿児島本線の博多駅から来た特急ソニック883系。列車は小倉駅でスイッチバックを行い、日豊本線に入ります。青いソニックの愛称が付けられている883系は、日豊本線の起点小倉から一路大分を目指します。日豊本線は小倉鹿児島間 467.2 キロを結ぶ長大路線で、九州の東部を縦貫しています。起点の小倉から大分まではほぼ複線ですが、大分から鹿児島までは単線です。小倉を出てしばらくすると、列車は左に大きくカーブし、南に進路を変えます。日豊本線の通勤電車415系、国鉄時代の車両です。行橋駅を出ると、しばらく平成筑豊鉄道の田川線と並走します。豊前松江駅を過ぎると、列車は周防灘を望みながら走ります。立石峠付近で上下線が大きく離れます。下り線は新立石トンネルに入ります。立石駅で再び上り線と下り線が合流します。かつてこの区間が単線だった頃、立石峠は日豊本線最大の難所で、下り列車は急峻な勾配を登っていました。そこで下り線に新立石トンネルが作られたのです。列車は山間部を抜け、別府湾に沿って回送していきます。白いソニック885系が別府駅に到着しました。全国有数の温泉都市として知られる別府市、源泉の数はおよそ3800箇所を数えます。扇を逆さにしたような形の扇山では、毎年4月に扇山火祭りが行われ、炎の帯が街を彩ります。1879年、明治12年に作られた竹瓦温泉は、別府温泉のシンボル的な存在です。入湯料が100円のレトロなこの温泉は、神経痛や関節痛を和らげてくれる効果があるとか。竹瓦温泉の名物、砂湯。浴衣を着て砂の上に横たわると、砂かけさんと呼ばれている人から、温泉の地熱で温められた砂をかけてもらえます。別府湾に面したシーサイドホテル三松大江邸。寝室はベッドですが、和の雰囲気を感じさせるこの部屋からは別府湾が一望できます。浴槽からも海が望めます。
夕食は豊後水道で採れる新鮮な海の幸と地元の旬の野菜を組み合わせた旬の創作和懐石。夏目や手まり寿司など趣向を凝らした前菜。豊後アジやイセエビなど海の幸が存分に味わえる豪快な作りの盛り合わせ。タケノコの上に豊後牛のステーキを盛り合わせています。アジの出汁があふれ出る大江亭自慢の豊後アジ琉球茶漬け。屋上露天風呂から別府湾に昇る朝日を仰ぐ贅沢なひとときです。列車は別府湾を望みながら猿の山として知られている高崎山のふもとを回送していきます。ソニックが終着駅の大分駅に到着です。この駅で大肥本線と九大本線に接続しています。熊本大分間を結ぶ大肥本線は阿蘇高原線の愛称で呼ばれています。九大本線の普通列車キハ200系は湯布院行きのワンマンカーです。全国にも知られた観光地湯布院を通って久留米と伸びる九大本線は湯布高原線と呼ばれています。特急ソニックは博多大分間で運行されていますが、大分からは特急日輪にバトンタッチされ宮崎と宮崎空港へ向かいます。神崎駅付近で一旦海から離れ山間部へ入っていきます。特急日輪が臼杵駅に到着です。臼杵駅からバスでおよそ20分のところに国宝の臼杵石仏があります。山々に囲まれた4カ所に点在している臼杵石仏、その中心的存在が大日如来像です。平安時代後期から鎌倉時代にかけて作られたと言われています。臼杵石仏は60体以上にも及ぶ我が国を代表する石仏群で、このうち59体が国宝に指定されています。阿弥陀三尊像、当時の見事な技術で彫られた石仏であることが堂々とした顔から伺えます。如来像、顔の輪郭が丸く目鼻はこじんまりとして、その表情から子供を連想させます。通称
隠れ地蔵とも言われています。列車は佐伯湾にある豊後二見ヶ浦に沿って走ります。中津発の普通列車が佐伯駅に到着です。ご乗車ありがとうございました。終点佐伯線の大井町駅は止まってもお越しのお前。この駅から延岡まで普通列車の運行本数は極端に減ります。朝6時20分発の延岡行き普通列車の次は夕方5時14分発の南延岡行きで、昼間は全て特急です。南延岡に向かう炭鉱列車のキハ220系、列車は河原木信号場で列車交換を行うため上り列車を待ちます。佐伯行きの普通列車が信号場を通過します。距離の長い日豊本線にはこうした信号場が10カ所設けられています。第一阿武美川橋梁、ここを渡ると大分県から宮崎県に入ります。天井がすっぽりと木に覆われたモダンな駅舎の日向市駅。この駅で上り下りの列車交換をします。上り延岡行きの717系が到着です。下りの713系は赤い塗装に宮崎の太陽をイメージしたシンボルマークがデザインされています。日向灘が一望できる日向岬は美しいリアス式海岸が続く絶景ポイントです。列車は日向灘を望みながらさらに南へ進みます。宮崎空港行きの特急日向が宮崎駅に到着です。特急日向と特急日輪の一部は宮崎が終着駅です。宮崎駅の近くにある平和の塔、日本が戦争へと向かう1940年昭和15年に建てられました。平和の塔の傍らに
およそ400体の埴輪が展示された埴輪園があります。宮崎県で出土した家型埴輪や船型埴輪をはじめ、さまざまな埴輪のレプリカが遊歩道に沿って並べられています。素朴な埴輪からは古代人の温かさを感じることができます。国鉄時代を代表する特急電車の485系、2011年3月のダイヤ改正で特急霧島に運用されていた485系は783系や787系に置き換えられました。日本本線を走るレッドエクスプレスの485系、この日が最後の運転となりました。機動車のキハ40系は都の城で分岐するキット線のワンマンカーで鹿児島県の吉松行きです。持ち尾石能県立自然公園内にある石能の滝、幅40メートル高さ18メートルの大滝で日本の滝百選にも選ばれています。都の城といえば霧島や黒霧島のブランドで広く親しまれている芋焼酎が有名です。霧島酒造では工場内に見学コースを設け、芋焼酎ができるまでの工程を一般に公開しています。芋焼酎の原料となるさつまいも、一本一本選別された黄金千貫が1時間かけて蒸されます。霧島酒造では焼酎作りに最適とされている劣化水を地元の人たちに無料で提供しています。劣化水は焼酎の天敵とされる鉄分をほとんど含まず、適度なミネラルを含んだ天然水です。ここには芋焼酎の直売や試飲コーナー、そしてレストランもあります。芋焼酎だけではありません。地ビールの霧島ビールも人気です。宮崎牛のサーロインを味わいながら霧島ビールで喉を潤すのも最高です。列車は宮崎県から鹿児島県に入ります。普通列車の817系が霧島神宮駅に到着です。ご乗車お疲れ様でした。霧島神宮駅です。霧島神宮駅でございます。駅が日本本線の看板列車として活躍しています。